時計ずれてたよ。戻しておいたよ。2007年。うん、今年は2007年。そうでしょ。私たちの信仰は万物は数なりよ。数学は全ての本質であり、真理へと続く鍵でもある。ストームを予測する数学モデル、財団の記録と全く同じだ。これほど正確な予測を推算してただなんて。数字の規律を見つけ出しただけだよ。目を閉じてベルティ。そうすれば真理が現れる。真理？タイムキーパー、危ない。沈黙を破ったのは誰だ。ソネットが拘束された。処刑されるかもしれん。違反者の死刑に同意する者はその場で待機を。減刑に同意する者は玉石を中央の壺に入れる。純血のアルカニスト団体、正体不明のアルカナは特定の知識に対するイカれた崇拝。心当たりは？争いを起こすつもりはない。ダメだ。もう10分も持たないぞ。左舷浸水率 60%、 右舷浸水率 75%。 この暴風雨は船体強度を超える勢いです。タイムキーパー、撤退のご準備は？分かった。テレポートを起動して。おいおい、何言ってんだよ。船を捨てる気か？この程度の荒波、目を閉じてすぐ終わる。しっかり甲板に。おそらくエンジンはもう使い物にならないでしょう。最高だな。あと2分ってとこか。優秀なキャプテンはいかなる理由があろうとも決して船を捨てたりなんかしない。生きるも死ぬもアップル号ロックンロール2世と一緒だ。ならなんで2世なんだよ。くそー、ササビに買ってもらったばっかりなんだぞ。この船のためにどれだけあの閃光の説教を耳にタコができるまで言い聞かされたか。時には別れを受け入れるのも良い選択ですぞ、船長。時には次の戦場へと赴くために離脱した方が良い場面もあるでしょう。が言ってんだ。こんなことになったのも元はといえば。タイムキーパー、大変です。テレポートが起動できません。他の緊急テレポート術も試してみたのですが、この海域では一切起動できません。通信機さえも。どうやら何らかの妨害を受けているようです。分かった。
ソネット、聞きたいことがある。はい、何なりと。派遣任務緊急時の対処法に、ストーム発生前の24時間を除き、いかなる困難もタイムキーパーに助けを求めることが可能という部分を除いて、他に役に立つ対処法は書かれてなかった？おい、ベルティ、マジで言ってんのか？わかったぞ。全部罠なんだろ。お前のせいだ。お前が1999年のエーゲ海旅行機なんか流すから。こんなわけわからん海域に来てもみくちゃにされて魚の餌になる羽目に。笑いたければ笑え。このマヌス・ベンデッタのスパイめ、しらばっくれよったってそうはいかないぞ。誤解です。私は何も知りません。嘘つけ。こうなったらそのケースの蓋にメイド・イン・ベンデッタの文字があるか調べてやるよ。揺らさな。家電製品の水垢掃除術を放送すれば少しは気分が良くなりますか？良くなるわけないだろ。あんたこの状況がわからないのか。もうすぐ沈没するんだぞ。私のレコードもあんたの電池も海に沈むんだ。永遠にな。ジョン・レノンですらもうどうにもできない状況なんだぞ。すみませんが、私は視覚がないため触覚と聴覚で想像するしか。ではこの天国までひとっ飛び101永遠のヒットソングはいかがでしょうか？もううんざりだ。私のレコーダーもドクターコショウもアップル号ロックンロール2世も、ほんと腹立つ。そもそもどうしてこんなことに。確かに真剣に曲を選んでくれたようだね。視聴者がいないとはいえセンスは悪くないと思うよ。ネグルスの質問の答えを知るためにもチャンネルを少し巻き戻すとしよう。そう、1913年に。これは財団からの正式な任命書よ。おめでとうベルティ。長期にわたる評議と最新の結果、人類平和安全理事会より正式にストーム改革、秩序と増員の法案が認められたわ。法律上あなたのチームは一部門として認定されたということよ。幅広い権限や独立編成で発生する予算も。ちょっと待った、今予算って言ったか？つまりあんたらに新しいアップル号をねだってもいいってことだよな。残念ながら独立は自己責任をも意味するわ。結果は保証できないけど、私の方で申請しておくよ。ち、ケチ。まあいいや、開泊チェックの全体に2色しかない船なんざ、こっちからお断りだよ。
だけど交換条件として未登録のアルカニストの管轄権限はこれまで通り財団が有することになるわ。タイムキーパーに属するアルカニストは全て財団によってリスク評定が下される。リスクが低いアルカニストは初級の人工無誘訓練に参加するだけ。リスクが高いアルカニストは教育学校へと送られることになるの。だけど彼らは事実上あなたの人員よ。それだけは保証するわ。わかりました。一つだけ、私たちと財団との伝達員は引き続きあなたが。もちろん。なら問題ありません。それから人員は財団ラプラス計算科学研究センター、ゼノミリタリーアカデミーから調達することも可能よ。詳細はこのファイルに書いてあるわ。これまで通りストームとマヌス・ベンデッタの調査よ。具体的な行動は自分たちで決めなさい。財団には1ヶ月に1回調査報告書を提出してくれればいいわ。最高指揮官はあなたよ、ベルティ。わかりました。もう見当はついているんじゃなくて。4年前マヌス・ベンデッタがオリティアウの飼育に使用した基地は一度もストームの逆行を受けていません。そこから調べるつもりです。何度も足を運んだようね。いいわ、チームの規定にふさわしい場所と言えるわね。出迎えの人員を発見しておきましょう。ふふ、あなたもきっと喜ぶわ。なんて霧だ。はあ、くしゃ。以前はオリティアウの巣穴だったからね。彼らは水源のある谷に生息することが多い。それに今はちょうど冬だから。ところでなんで私が借り出されてんだ。船の一隻すらくれない財団にさ。ミズ・ソネットはただいま本部で編成異動による引き継ぎをされております。ミズ・ドルービスとミズ・サザビーは財団広場の森林清掃任務を終え休息中にございます。ミズ・リーリャはリハビリセンターに押し入ったことで行政処罰を受けておられます。こうして見ると残りは私と船長くらいでしょう。なんだって。結局のところ財団に物理的損害を与えられてないのはこのロックンロール海賊だけってか。人生最大の恥。このまま帰るつもりじゃないよね、レグルス。まさか。ん？おい、あれ、リーリャと知らないやつ。おっせえよ、どこぞの溝にでも落ちたかと思ったぜ。初めてお目にかかりますわ、タイムキーパー。私はモアッサ。職員番号 SF27602191908238X です。すでに Z さんから聞いていると思いますが、新しくタイムキーパーチームに加わることになりました。大歓迎です。あなたはとても優秀なアルカナム院卒者だと聞いています。
そんな大げさですわ。こちらこそどうぞよろしくお願いいたします。加えてサザビー様がいつもお世話になっております。ちょっと待った、あんたサザビーの知り合いか？確か彼女はサザビーの家庭教師だって聞いたよ。話せば長くなりますので、ひとまずリーリャさんに基地の状況を説明していただきましょう。財団の本部に昇進した瞬間から外出見回りの機会がすっかりなくなっちまった。なんつうかここは一応基地って呼ばれてはいるがな、実際にストームに免疫を持つのは20メートルそこそこの細長い道だけだぜ。漁師の小屋程度の広さってとこだ。私の元同僚がとっくに隅から隅まで調べてるよ。ラプラスの奴らも調査犬を放って一歩一歩嗅がせたが、オリティアウと犬のクソ以外は何も出てこなかったぜ。もしかしたら目に見えない手がかりがあるかもしれない。光学アルカナムの専門家レグルスなら何か見つけられるかも。専門家、褒め言葉として受け取ってやるよ。先に言っておくが、海賊ってのは宝探しより自分の宝物を隠す方が得意なんだ。もし私が隠し物をするとしたら。お待ちください船長、霧の濃さが少々異常かと。本来ここに罠なんかありゃしないはずなんだが。落ち着いてくださいレグルスさん、ゆっくりこちらへ。ベルティさん、援護をお願いします。
待ちください。誤解です、タイムキーパー。先ほどのは防御性の攻撃であり、悪意はありません。私たちは財団の調査員です。こちら身分識別証明書になります。こんな廃墟になって随分経つ基地、調査の必要なんかねえだろ。外界の時間はすでに1913年に逆行されております。そのためここに散乱した70年代の科学技術を回収しに来た次第です。人類の科学技術は衰退の一途をたどり、かつて淘汰された設備も今や貴重品になりつつあるのです。分かった。ここを少し調べてもいい？あまり時間はかけないから。もちろん、私たちもお手伝いします。ちょうどよかった。基地についてお二人に尋ねたいことが。どうやらただの誤解だったようだな。お宝探しに戻るとしますかっと。さてと、ゼノミリタリーとラプラスは何を残してったのかな。赤外線マスケット銃、磁気浮上自動フィーダー、ケイ素検査機。おいおい、マジかよ、ラプラス製の軍用チョコがこんなに。ベルティ、何を見つけたと思う。エネルギー補給にもってこいの軍用品だ。あ、はん、味見してやってもいいぞ。水を刺すつもりはねえが、犬ですらそんなもん食わないぞ。オリティアウのクソの方がまだマシだぜ。私めの記憶が正しければ、犬科の動物は元よりテオブロミン入りの物質を食べられない習性だったかと。う、どうしよっかな。船長は犬科ではございませんので、当然その制限対象には入りません。その通り、さすがは頼りになる我が一等航海士。ちょっと待って、レグルス、その手に持ってる箱見せてくれない。おいおい、なんだよ、さっきまでだんまりだったくせに私のチョコレートを横取りする気か。いえ、あなたが今持ってるそれ、私の名前が彫られてる。財団にベルティって名前のやつ他にいたっけ。知る限りでは私だけだよ。見た目は普通の木製小箱だが、普通が一番危険なんだよな。マジで戦利品が見つかっちまった感じか。ベルティの名前が彫られているなんて激レア品じゃないか。レグです、ま、戦利品のお披露目に待ったわなし。本日のニュースをお伝えします。追放された者たちがケンタッキー州のマンモスケーブにて第11231回目の激励会を開催し、春のうたた寝、夏休みのくつろぎ、秋のおさぼり、冬の巣ごもりの24文字方針を定めました。
実用的現代術式が77回目の再版を迎えました。20世紀末現在、当書籍はザ・ニューヨークに並び、人生を後悔させるクラシック経典1位にランクインしています。電気作家のウルドがこの度旅行記アペイロンマンポを発行し、エーゲ海旅行ブームを巻き起こしました。ミレニアムイヤーの編集長より、実にロマンチックで優雅だ、古典の夢の再現であり黄金時代が垣間見えるねと絶大な推薦をいただきました。中には批判の声もあり、バビロニア評論は、作者はアポロンの観測に大きな誤差がある、フォードモデル T6 分2を用いて 3.14 度構成しなければ旅行客などあっという間にゴルゴン海流で方向を見失ってしまうだろうと警告の姿勢を見せています。夜のニュースをお伝えします。どういうこと？20世紀末ミレニアムイヤー、このラジオ1999年のニュースを放送してる。やはりそうでしたか。タイムキーパーはまだ今回観測した外界の時間を財団に報告していません。ですから、あなた方が現在の年代を知っているはずがないのです。降りしきる雨の中、時間こそ身分識別に最も有効な手段です。はんはん、そういうことか。面白くなってきたじゃん。ミス・モアスさん、後ろ、私たちも援護します。キッチンの無駄な抵抗はおやめなさい。うんうん、本質に勝るものなし。参ったね。私のバッグに触んな。いてつれしちゃうぜ。スタートミーアー、ラッラッラッジーラワールド。左上げて、右上げて。緊張しないキッチン。大丈夫、簡単だよ。おめめチカチカするから準備しときな。ご協力感謝します。コーテからの切断、まだ踊ってないやついる？照明終了、いてつれしちゃうぜ。スタートミーアー、カズの世界へようこそ。うん、この子たち財団の生徒よりずっと手に負えませんね。財団の調査員を装うなんて、あいつらどんどん手口を増やすな。1929年の時代は2日で終わった。頻繁な時間の変動により財団の人員構成に混乱が生じる可能性も全くないとは言えないからね。
ミス・マースさんのおかげで助かりました。タイムキーパー、こちらをご覧ください。彼らの目的はおそらくこちらではないでしょうか。これはストームの免疫効果を持つマヌス・ベンデッタの仮面。手短に説明するわ。いい知らせよ。あなたが計算科学研究センターに提供した仮面の検査結果が出たわ。ストームの水滴と一致する成分が見つかったの。それは計算科学研究センターより非対称型ヌクレイン R と名付けられたわ。由来としてはアルカナム現像実験において特有の分岐構造が現れたから。あなたが以前提出したストームサンプルの中からもその痕跡を検出したわ。すべての水、泥、人間の髪の毛と皮膚細胞を分離し、残った分析不可能な成分が非対称型ヌクレイン R だった。非対称型、忘れるはずない。その時はすぐに消滅してしまったから写真しか残っていないの。でも今回のマヌス・ベンデッタの仮面でようやく安定した状態で検出できたわ。もしかしたらストームの免疫ができる鍵となるかもしれない。つまりあなたたちもマヌス・ベンデッタと同様、ストームの免疫がつく防具を開発できるってこと。そうなるわね。あなたのおかげよ。計算科学研究センターは歓喜に狂ってるわ。私は徹夜続きで心身衰弱な同僚の代わりにこの知らせを伝えに来たの。サンプルがもっとたくさん必要なの。たった1台しかない非対称型ヌクレイン R の採取装置よ。使用方法はすべて内ポケットに挟んであるわ。ありがとう、メスメル。大事に使わせてもらうよ。礼は不要よ。代理できただけだから。体の具合は？リハビリセンターでのことだけど、ごめん。元気よ。元より知っていたことを再確認できたしね。でも、あなたはあの一員ではないと思っていたわ、ベルティ。であの知らせを聞きました。さすがはタイムキーパー。これはベンデッタを打ち破るための大きな足がかりです。本部一同とても喜んでおられました。ところでこの成分の詳細は何かの術式でしょうか？それとも特殊な物質でしょうか？それはこれから特定することだよ。ストームだろうとストームの免疫成分だろうと、マヌス・ベンデッタは
私たちよりはるかに多くの情報を掴んでる。せめて彼らに追いつかないと。幸い、調査の方向性は見えてるよ。そういえば、頼まれていた資料をお持ちしました。最前線学校の図書館に60年代以降の世界アルカナム地理が全て保管されていて助かりました。ミス・サザビーもあなたの要請に同意するそうです。ありがとう、ソネット。あとはレグルスがいれば完璧だね。いつまでしらばっくれるつもりだ。頭に花を生やしたずる賢い鉄箱が。知ってることを全部吐け。そうだな、例えばどうしてオリティアを口にいたんだ。マヌス・ベンデッタとの関係は。誰があんたをベルティの名が彫られた小箱に入れたんだ。わかりません。大体20世紀末にミレニアムイヤーアペイロンマンポだ。なんだそのおかしなチャンネルは。さっさと吐け。じゃねえとこのウォッカであんたの手入れをすっぞ。おいおい、正気か。むごいやつだな。バカ、ホルマリに決まってるだろ。酒がもったいねえだよな。ですが私は本当に何も。私はただ無線信号を受信しているだけです。どうか信じてください。気づいた時にはすでにこの小箱の中に。これ以上聞いても無駄だろうね。ラプラス曰く、このラジオはいかなるアルカナムの痕跡もない。けど、こいつはベンデッタたちと一緒にこの基地に現れたんだぜ。何はともあれ、容疑者の一人に変わりはない。うん、そうだね。でも今の証拠では不十分だよ、レグルス。現地を調査すれば何かわかるかも。どうする？一緒に行く？レディー Z にはすでに報告済みだよ。このチームで正式な外勤をするのは初めてだね。サザビーとミス・ドルービスは休暇中だから今回の任務には参加しない。ミス・モアスさんは連絡員として本部に残ってもらう。え？現地調査？さっきオリティアウの基地から戻ってきたばっかりじゃないか。それに正確な目的地すらまだ分かってないってのに。アポロンとは太陽のこと。フォードモデル T6 分岐は前世紀初期のアルカナム造物計算科学研究センターにそのコレクションがある。ゴルゴン海流はエーゲ海のバルカン半島付近に位置する。最前線学校の図書館で70年代のアルカナム雑誌にこの円形の海流に関する紹介が載っていたのを見たことがあったんだ。これは地球が軌道極点に位置すると逆行期に入り、学会では海潮とも呼ばれている。今年の海潮は1月3日と7月3日。現在の外界時刻は1914年の1月1日。つまりあの報道は実際に存在する場所を指してるってことか。
ジかよ。もう少し休むつもりだったのに。ネグルス、新しい船が欲しいって言ってたよね。その願い叶えてあげるって言ったらどうする？待てよ、よーく考えたらエーゲ海に来ることになったのってこの花咲ラジオじゃなくてベルティのせいじゃな。また大波が。捕まってください。そっかね、やってられっか。スーヌラシンベイエ、待ってください。ミス・リーリア、この暴風の中強制離陸するおつもりですか？これはただの嵐じゃねえ。何者かが海から私たちを攻撃したんだよ。そいつの尻尾をひっ捕まえてやる。お前らはさっさと避難の手引きでも調べてろ。やっと見つけたぜ、このクソったれ。今度はこっちの番だ。口内鏡検査を始めましょう。緊張しないで。簡単でリチム。コーテ、柄の切断。あなたたちは無理数なの？いたずらしちゃうぜ。簡単だよ。緊張しないで。交点、柄の切断。さあ、お戻り。私のバッグ触んな。照明終了。お目目チカチカするから、スタートミーオン。数の世界へようこそ。